久保さん、例の忘れ物にしましょうか。例の忘れ物。例の忘れ物 <laughs>。あの <laughs>、あのですね、この前合宿やってたじゃないですか。で、あの、電源のね、Mac の、まあ今ちょっと変わってるのかな。あの、昔の MacBook、まあその、ちょっと古い電源、今どうなんだ あ今,今もそうだと思うんですけど、なんか取れるんですよ。MacBook の電源って、ここなんかちょっと取れるんですよね。で、ここの本体とこの電源のところがちょっと離れるんですけど、これを、なんと忘れてて、<laughs> なんかついてたんですよ。で、それ発見して、で昨日ですね、あの忘れ物ありますっつって、送ったんですよ。で、今日届いたみたいなんですけど。 で、僕に、僕、ね、僕がそこの忘れ物に、ね、忘れ物を郵送するときに、ね、あの、何を添えたのかっていうと、QR コードですね。QR これ僕ね、物をプレゼントするときとか、まあ、まあ今回忘れ物なんですけど、何か郵送するときに、QR コードを入れるんですよね。QR コード。で、その QR コードでアクセスすると、動画が出てくるんですよ。ね、動画が。 まあだからた,ただ忘れ物をね、こう、届けるうだけでも動画を添えるだけであの何かをこう与えることができるわけですよ。すごないですか、これ。僕字書くの下手なんで、まあ、久しぶりにね、久しぶりにその、まあ、手書きでこう書いたんですけど、めっちゃ汚いですよね <laughs>。QR コードね、汚いとか関係ないですからね、印刷すればいいだけなんで、<laughs> めちゃ楽ですね。 だから、僕はなんか、まあ、あんまり郵送することはないんですけど、必ずその QR コードをこう入れるようにしてますね。昔はその QR コードってあんまり、あれかな、まあ今 iPhone とかデフォルトで QR コード読み込めるなんかあるんだりするんですけど、もうなんかもう、ね、10年前、20年前、まあ20年前行き過ぎか、10年前ぐらいだと QR コードってあんまりそこまでじゃないですか、多分。今まあ当たり前ですよね、多分。 それもよすげえ時代が進化してよかったなっていう。QR コードの概念ですよね。QR コードを読み込めないっていう人がまず多分あんまりいなくなったかなっていう。でも10年前は QR コードを読み込むっていうことができなかったり知らなかったり、そのデバイスを持っていなかったりとかするわけじゃないですか。今はね、QR コードの概念も知ってるし、QR コードを読み込むデバイスも持ってるし、これね、マジラッキーっすよ。もう、もうあ <laughs> 1枚入れとくだけなんですよ。 ね、紙一枚入れとくだけですでも昔はね、じゃあ自分の思いをね、こう伝えるときにね、その紙にめちゃめちゃ書かないといけないんですよ。で、まあパソコンがなかったときは手書きですよね。手書きでブワー書かないといけなかったわけじゃないですか。思いを伝える。何かを伝える。でもね、今 QR コードでいいみたいなね。<laughs> もはや。で、QR コード先に動画があってね。<laughs> その動画も無料だしね。すごいコスパいいですよね。だから今、 まあち,ょまあ、ちょっとしたアイディアというか、まあ、そういうものがありますので、何か物を送るときに、ただその物を送るんじゃなくて、情報をね、自分の思いをこう伝えるっていう。<laughs> そうすると、例えば、まああのまあ、も,のも,もみじまんじゅうとかだったら、甘いもの嫌いだっていう人ももちろんいるかもしれないですけど、じゃあ、甘いものが嫌いだったとして、わーってなって終わりじゃないですか。だけど、そこに動画が添えられていて、 実は、あの、ま、まるまるさん、まるまるさんと、あのー、まあ今度、この前ちょっと旅行行ってきましたよみたいな、いつもお世話になっていてと、ただし、ちょっとすいません、甘いもん嫌いかどうか、あ好きかどうか分かんないですけど、つって、で、まあ、ただこのもみじまんじゅうはめちゃめちゃ美味しくて、こういうストーリーがあって、まあ、こういうところでこう買って、こう買って、で、まるまるさんのために、あのー、ほんとね、まあ、全員に買えないんで、まるまるさんは特別に、 この送ったんですよみたいな物語だったりとか、なぜ〇〇さんに送ったのかとか、まあ、そういう思いっていうのが動画とかでなんか添えてあると、もみじまんじゅうは微妙だったとしても、思いは伝えられるんですよね。わかかりますすすこれすごないですか で、そこの動画で言えばいいじゃないですか。もし、もみじまんじゅうだ、あの、あんま食えなかったら、まあ、ああの、プレゼント、これ使ってください、みたいな。で、使い方もレクチャーする。もはや、もはや、もみじまんじゅうの使い方ですよね。これをパクってね、あの、自分が買ったごとく、買ったごとく使ってもいいと。だから、著作権、もみじまんじゅう、著作権フリーだ、みたいなね。このもみじまんじゅうを使って金を稼ぐ方法をね、その動画で言うみたいなね。<laughs> そうすると、もう、もはや、もみじまんじゅう、どうでもよくなるみたいなね <laughs>。あ、なるほど。もみ,みじ、え、そう著作権フリースか、もみじまんじゅうみたいなね <laughs>。まあ、あなたが受け取ったら、もう、あなたのものだから、あなたの所有物だと。あなたが何使ってもいいと。もう、僕はあなたにプレゼントしたから、それはあなたのものだと。だあなたが何をに使おうと自由だと。でも、使い方次第でお金が稼げるっていうね <laughs>。すごないですか、これ <laughs>。 もみじまんじゅうでお金を稼ぐ方法っつ <laughs>、はい、まあということであの、ちょっとしたアイディアね、あの入れる情、そこに情報付加価値、だからそのアップルとかもそうなんですけど、ものを販売してるんだけど、その製品に対して、この前、プレゼンねあ発表会ありましたけど、そこに対してどういうその、 テクノロジーを入れたのか、どういう思いがあったのか、なぜ入れたのかとか、そういうプレゼンをして、そのものに対しての情報で付加価値をつけてるんですよ。ただパンじゃなくて、わかります、ね、スティーブ・ジョブズが MacBook Air をね、封筒から取り出したね。わ、wow、ーみたいなね。封筒から出ますね、みたいな。じゃなくて、それでね、ただね、ただ薄いです、みたいな出したら、あんまりその価値が上がらないですよ。スティーブ・ジョブズが封筒から MacBook Air 出して、わ、wow、ーなんですよ。でその 演出だったり、その情報ですよね。その物語、なぜこう,こうなのかっていうと、そこに MacBook Air の付加価値が高まっていくわけですよね。だから、アップルは非常にね、その物を売ってるんだけど、実は付加価値は情報で付加価値をつけている。そして、その付,付加価値で、まあもちろん物もいいっちゃいいんですけど、その付加価値があるから、Apple 製品っていうのは、ただの 新商品発表会なのにもかかわらず、YouTuber もね、あの <laughs> みんな,なんかこぞって紹介するし、みんなワクワクしてね、次どんな商品出るんだろうと、次どんな機能が出るんだろうと、もはや、そのどんな機能出るんだろうとかね、どんな商品出るんだろうっていう、その情報にみんなワクワクするわけですよ。わかりますみんな待ち望んでるわけですよね。で、タイムカウンター回してね、発表会またあと何応みたいなね。アップルはね、ほんとうまいっすね。 あそこに勝てないですよ。みんな見よう見真似でやってる企業さんもいますけど、アップルはやっぱすごい上手いっすね。うん。だから今度そのアップアップルの、あの僕、僕、もう絶対買っちゃいますね。もう100%もう買おうと思ってるんですけど、アップ、あの、昔ね、これを僕買ったんですよ、これ。これ。このカードで、その、これ忘れ物を、あの、なんだ、えー、探せるカードなんですよ。 だから財布なくしてもあのアプリからこう探し出せるみたいなやつなんですよね、これ。これ薄いやつ。で、充電もできるんですけど、ただ、アプリが微妙なんですよ。アプリが。これを探すアプリがちょっと微妙で、でアップルのアプリがすごいんですよね、やっぱ。だからその、なんだ、な名前なんだっけな、アップルのやつ。あもう絶対買いますあれ。<laughs> アップル、アップルの。 あの、この、探すやつですね。見つける天才。出た。どうすか見つける天才ですよ。このキャッチコピーやばいっすね。見つける天才っていう <laughs>。やっぱアップルのね、このコピーメッセージはやっぱパワフルですね。見つける天才って <laughs>。しかもこのロゴ、やっぱね、信者をこう、信者、信者、信者心これ促しますよね、これ。しかもこのね、 やっぱアプリがすごいんですよ、アップルの。この、この、ね。このアプリに比べると多分3倍、4倍多分いいでしょうね、これ。まあまあ、手に取ってないですけど、めちゃくちゃ精度良さそうですね。<laughs> めちゃくちゃ。見つける天才ですね、アップル。いや表現する天才ですよ。<laughs> あ、これすごいなこれもう絶対買いますね、僕ね。 本当に鍵とかなくしたりとか、だから Apple すごいですよ、本当に目の、あの、他のね、企業さんも、まあ、AirPods とか AirPods Pro とかも、イヤホンなんか昔からあったけど、そこにまた参入してね、で、そこで、その、ぶち抜いていく。だって、あの、Bluetooth のイヤホンなんかは、もう、いっぱい出てたわけじゃないですか。いっぱい出たのに、Apple AirPods Pro がね、一気にブコーン、ぶち抜いてね。 すごないですかもうライバルごぼう抜きですよ。だからこれも昔からあるわけですよ。この、あのー、探すやつっていうのは。だけどこれアップルがこれ出したことによって、もう正直もうライバルごぼう抜きになっちゃうっていうか、これ、なんかこれ海外でも有名なところがあるんですよね。このエアタック、この探すやつ。で、その何百万個とか出荷されてて多分、あの、有名なところあるんですよ。 だけど、このアップルがこれ出したことによって多分抜くんじゃないかなっていう。まあ、そのアプリ使ってみないと分かんないですけど、多分これめちゃめちゃ良さそうですね。だからこの、なんかこの、まあ、ホームページに今載ってるんですけど、この iPhone をね、こう探して、なんか、右側6メートル、今、右側6メートル、矢印がなってね、こう、もう本当に探せるみたいな。すごいっすよ。だからもうめちゃめちゃ正確。これはね、ちょっと使いたいですね。これすごいっすよ。 これ半端ないですね。うん。そう。そう、これはね、いいっすね <laughs>。いや、アップルやっぱすごいっすね。やっぱアップルすごいわ。これもう絶対買いますね、僕100%。3800円。4月30日から販売らしいっすね。絶対。 これめちゃくちゃいいじゃない。これもう、もう、もうここにアップル入れますよ、それ。もう、こう、ちょっと申し訳ないけど、これ、これをこれどうしようかな。でもこれあるしな。これ7000円くらいしたんですよ <laughs>。7000円くらいしたんですけど、どうしようかな。まあこれ鍵につけようかな。まあこれあるしね。でもな、これいいですね。でもこれね、丸なんで、カードじゃないですよね。アップルカードみたいな、なんかそういうのも、 なんかカードみたいなやつで出してもらえるといいな。これは、まあ、あれですかね。キーかな。うん。いや、でもこのアプリいいね。はい。ということで、いってらっしゃい。